本日ご紹介いたしますのは、私も個人的に非常におすすめしておりますドライブレコーダーになります。こちらはグローバルメーカーでありますバントゥルーがリリースしました待望のデジタルミラードライブレコーダー、こちらのご紹介をいたします。私が個人的にこれ非常におすすめだと言っているのは何かと言いますと、デジタルミラードライブレコーダーでありながらも、駐車監視特化型の機能を兼ね備えているということになります。また、こちらは3カメモデルなんですけれども、単なる3カメにしているだけではなくて、この中のインターフェース上でもこだわった駐車監視機能を兼ね備えているというところがございまして、私は非常にこちらおすすめできるドライブレコーダーと、まあ、いうことで、まあ、今回ご紹介をしていきます。実はこちらは今協業させていただいておりますラブーンというドライブレコーダー専用のブログ、また YouTube のラブーンチャンネルでもご紹介してるんですけれども、駐車監視特化型ということでもご紹介させていただいておりますので、ぜひ駐車監視について詳しく知りたいという方はそちらの方もぜひご覧になってみてください。で、今回私のチャンネルではこちらおすすめできるポイントについて今回ご紹介をしていきたいと思います。興味のある方は最後までご覧になってみてください。今ドライブレコーダーの横にこちらとこちら2つの筐体がついております。で、これはバントゥルーのデジタルミラードライブレコーダーの付属品の一部となっているんですけれども、こちらは3カメタイプのドライブレコーダーの第3の車内カメラとなっております。赤外線カメラになります。赤外線カメラがついているドライブレコーダーいくつかありますけれども、さらにこちらにも何か筐体があるということで、非常に見慣れない筐体になっているわけなんですけれども、これが今回バントゥルーのドライブレコーダーとして新しい方式として取り入れたあるものになっております。で、このあるものということなんですけれども、名前はドッキングステーションという名前のものでして、これがあることによって、画期的にこのドライブレコーダーの取り付けが非常に楽になっているということが、まず私これおすすめする一つのポイントになります。じゃあどういうことかというと、そこをお見せしていきたいと思うんですけれども、今あえてケーブル、このルーフライニングの裏に隠してあったんですが、取り外したんですけれども、このデジタルミラードライブレコーダーに行っている配線というのは実はこれだけになります。このタイプ C の配線、これだけでこのミラーというのは今稼働しているという状態になっております。なので、この周辺にハーネスが一本しかないということになっておりまして、今までのドライブレコーダーって、このドライブレコーダーのこう上のところ、こういったところに3本ぐらい配線がついていて、ここまとめるのがかなり大変だということがありました。まあ、GPS だったり、バックカメラ、それから電源のハーネス、まあ、そういったものがついていて、まとめるのが非常に大変でしたし、かつ、コネクター式になっていて、配線が太かったりして、入りにくかったり、で、このトリムを傷つけちゃったりとか、そういったこともあったわけなんですけれども、これはドッキングステーション、ここに配置する。まあ私の場合はここに配置してるわけなんですけども、配線の取り回し等もありますので、そういった都合上で考えて、どこに設置するかっていうのは、まあ決めていただければと思うんですけれども、まあ私の場合は、こちら。車内カメラをここに取り付けをして、ドッキングステーションをここにもつけてると。で、こちら。デジタルミラーの電源配線とこのドッキングステーションとのつなぐこのタイプ C の配線をこのような形で取り付けをして、もう一つこちらは車内カメラの配線になるんですけれども、ドッキングステーションとこの車内カメラの配線がこの配線と、なのでこれ2本だけで済んでしまうということになりますので、非常にこういったトリムの裏、こういったところです、こういう感じで、綺麗に取り付けをすることが
できるようになると、まあ、いうことで、これが今までのドライブレコーダーではなかった新方式ということで、ドッキングステーションが採用されているということになります。で、ここに GPS も入っていたりします。で、かつ、ここから先なんですけれども、ここから先に関しては、高圧ケーブルにつながっているんですが、そちらの方もお見せしたいと思います。で、先ほどのドッキングステーションから伸びている配線がこちらになります。で、通常ですと、このウェザーストリップの裏に配線を隠していくわけなんですけれども、ここにこういった端子がついています。今までですとデジタルミラードライブレコーダーの周辺にこういった端子がついていて非常にまとめるの大変だったんですけれども、このウェザーストリップの裏に来るように端子がついています。で、この端子がついていて、で、さらにここは Y 字型になってるんですけれども、これなんで Y 字型になってるかというと、こちらが駐車監視用のケーブルにつながる配線になってて、こちらがバックカメラに行く配線となっています。なので、このように、ウェザーストリップの裏に、こう、はい、こんな形で、スマートに配線が隠せるということで、ドッキングステーションが搭載されることによって、配線がスマートに設置できるようになったというのが、皆様にお勧めできる一つ目のポイントとなっております。次にお勧めできる二つ目のポイントをご紹介したいと思います。デジタルミラードライブレコーダーでありながらも、駐車監視特化型のドライブレコーダーを搭載しているということになります。カメラなんですが、3カメ式になっております。フロントカメラは、このデジタルミラードライブレコーダーの右側についております。で、こちらのカメラのイメージセンサーは、ソニーのスタービス。IMX335 センサーを採用しておりまして、7層の光学ガラスレンズという仕様になっておりますので、暗い場所においても非常に画質が鮮明で綺麗です。かつ暗視性能が抜群ということで、こちらも後ほどご紹介をしていきたいと思います。二つ目のカメラはリアになりますが、リアもソニーのスタービスセンサーを採用ということになっております。さらにこちらになるんですけれども、車内カメラに関してもソニーのスタービスセンサーを採用しているということで、イメージセンサーには非常にコストをかけているドライブレコーダーということになっております。で、このカメラ自体は赤外線 LED が2個も搭載されているものとなっておりまして、車内の明るさ不足を検知することによって赤外線センサーが作動して鮮明な白黒画像の記録というものを行えるようになっております。まずそれが M3 に採用されていますカメラとなっております。で、この3カメになると何がいいのかっていうことをご存じない方もいらっしゃると思うのでご紹介していきますと、こういうことになります。で、今こちらが背面のカメラ。で、こちらが車内カメラ。で、こちらが前方のカメラということで、この3つのシーンが同時に収録できるようになるということになります。まあ通常ですとデジタルミラーとして使う場合はこういった表示というのはほとんど使わないんですけれども、駐車監視として収録する場合、後ろ、車内、前ということでこの3つのカメラがあることによってより一層駐車監視時に何かトラブルがあった時に状況証拠として捉えられる確率というものが非常に高くなるということで、3カメモデルが非常に駐車監視特化モデルとしては必須ということになっておりまして、このデジタルミラードライブレコーダー M3 には搭載されている方式となっております。このように、今これが前になります。で、もちろんこういった形で上下、アングルの調整をすることも可能になっておりまして、で、こちらの視野角が150度と、まあ、いうことになっております。右側、左側のピラー間を
収録すると、まあ、いうことが、まあ、できるようになっております。こちらが車内カメラになるんですが、車内カメラの視野角は140度となっております。で、もちろんこのように、高さ方向を調整することが可能なんですけれども、車内カメラがある利点というのは何かと言いますと、140度の広角のカメラがあるんですが、窓の外を収録するということができるというところが、車内カメラが搭載するメリットとなりまして、駐車監視にも必須のカメラになるということになります。で、しかも赤外線カメラが導入されているわけなんですけれども、暗いところでもこの窓の外で何が起きているのかということが収録できると、まあ、いうことで、この車内カメラというのは駐車監視特化型のドライブレコーダーとしてはもう必須の装備になっているということになります。で、こちらが後ろになるわけなんですけども、普段デジタルミラーとして使う場合は、まあ、後ろのカメラをメインとして使うわけなんですけども、まあ、こちらももちろん高さ方向調整ができるようになっておりまして、後ろの視野角は140度ということで、車内カメラと同じ視野角となっております。まあ、これによって、駐車監視に特化したドライブレコーダーの機能というものが備わっておりまして、皆様にお勧めできる二つ目のポイントとなっております。もう一つ、インターフェース、新しい機能が追加されまして、今日気づいたんですけれども、こちらになります。これ、今、ズームが効いているのがお分かりいただけると思うんですけれども、こちら15段階のズーム、これはバントゥルーのホームページ上で取説のちょうど一番前のところに QR コードがあるんですけれども、そこから入っていただくとファームウェアのバージョンアップのサイトがありますので、 M3 のファームウェアをダウンロードしていただいて、まあ、SD カードをインストールしていただいて差し込んであげれば立ち上がりますんで、そうしますとこういった形でバージョンアップされます。15段階のこの調整っていうのは、まあ、車の距離感をこう掴むという意味において、まあ、有効的な一つの機能なんですけど、他メーカーのドライブレコーダーでもあるんですけど、このように横に動くっていうのはこれ初めての機能かなということに思います。こちらですね、これ何なのかなっていうのがすごく気になってたんですけど、で、これしかも、この車内カメラでもできます。このように、15段階なんで、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と。で、当然倍率を上げてしまうと視野角狭くなるんで、その分、こう横にこうずらせるよということですね。これ結構便利なんじゃないですかね。15段階ズームで、で、かつ、まあ、こういう感じで動かしていくものなんだろうと思います。まあ、こういった機能もついたりしています。これ、私が知る限りでは初めての機能となっているので、まあ、こういった機能もバージョンアップすることによって、まあ、使えるというところが非常にいいところなんではないかと思います。3つ目、これはバントゥルーのデジタルミラードライブレコーダーとなっておりますので、インターフェースとしても駐車監視が強化されているモデルとなっております。そこをご紹介していきたいと思います。 M3 の駐車監視をもっと詳しく知りたいという方は別動画の方で動画を出しておりますので、そちらの方ご覧になっていただければと思うんですけれども、今回は主なポイントをご紹介します。で、こちらになります。このようにこのバントゥルのドライブレコーダーとなっておりますので、この駐車監視モードというものが3つ用意されております。で、1つ目は衝撃検知、2つ目はタイムラプス録画で、3つ目が動態検知ということで、この3つの駐車監視モードが搭載されているということが3つ目、皆様に駐車監視特化型ドライブレコーダーとしておすすめできるポイントになります。で、一つずつ見ていこうと思うんですけれども、一番私がおすすめしたいのは何と言いましてもこちらのタイムラプス録画になります。で、これ今オフにしてるんですけれども、オンにします。
で、下見ていただきますと、1fps から 10fps まで調整できるようになっております。まあ、こちらの方に行けば行くほど、1時間あたりの情報量というのは増えますので、SD カード自体の容量も増やしていかなければならないわけなんですが、1fps にすることによって、1時間あたりの情報量としては減ると。まあ、なので、使用される SD カードの容量によって、まあ、ここは調整していただく必要っていうのがあるわけなんですけれども、まあ、だいたい 5fps ぐらいにするのが、まあ、一番おすすめできるレンジではないかなということで、私の方が考えております。で、さらに、こちら下に行きますけれども、駐車監視時間というものがありまして、これ、バントゥルのドライブレコーダーなので、このように制限なしまで選べるようになっております。通常のドライブレコーダーですと、12時間もしくは24時間までしか選べないものが多かったりします。で、制限なしによって何がいいのかって言いますと、制限なしのメリットは何かということになるわけなんですけれども、バッテリーの電圧にとらわれずに、駐車監視優先で動画の収録ができるということになります。考え方にもよるんですけれども、私はドライブレコーダーに求める機能として、駐車監視というのはかなり優先順位としては高いので、まあ、そういった意味からやはり制限なしというものを選びたいと思っているわけなんですけれども、まあ、そういった方にとってはもうこの制限なしというモードは非常に重要な機能となっております。で、時間をある程度リミットをつけてしまうとどういうことが起きるかと言いますと、途中で駐車監視が切れてしまうということになります。まあ、タイマー付きになっておりますので、夜車が何が起きるかわからないといった状態の中で、4時間とか8時間だと足らないといった場合があるかと思うんですけれども、制限なしにすることによって無制限で駐車監視を行うことができるということで、こういった機能が入っていることから、駐車監視の特化型のデジタルミラーということになります。で、こちら衝撃検知。これよくあるタイプのものですし、以前ご紹介しました、まあ、クラウンのドライブレコーダーにも入っているタイプのものなんですが、衝撃を検知した後に収録されるといったタイプのモードになります。で、1から5までこう調整できるようになっております。これ後ほどデモ画面ご紹介するんですけれども、まあ、こういった調整ができるようになっております。で、もう一つはこちらです。動体検知ということで、このバントゥルのドライブレコーダーは動体検知機能を持っております。で、このように低、中、高ということで、感度の調整ができるようになっておりまして、かつ、先ほどのタイムラプスと同じで、4時間から無制限まで調整することができるようになっておりますので、まあ、バッテリーの寿命を優先したいのか、駐車監視の収録の方を優先したいのかによって、ここの調整というのが変わってくるということになります。ここも後ほどデモ画面ご紹介していきたいと思います。で、もう一つだけご紹介しておくと、この低電圧保護というものがついておりまして、まあ、通常ですと高圧ケーブルに備わっている場合があるんですが、このバントゥのドライブレコーダーは、このデジタルミラーのシステムとして、このような形でバッテリーの電圧カットオフ値設定というものが設けられております。通常は車の呼気バッテリーを使って駐車監視をするパターンがほとんどなわけなので、車に乗り込みたい時にバッテリーが上がってしまっていると大変です。なので、このように電圧のカットオフ値設定ということで、11.8 から 12.4V まで設定されております。で、この上は今のバッテリーの電圧値。で、実は私は補給バッテリーから取っているわけではなくて、補助バッテリーというバッテリーから取っております。これはもうすでに日本ではまだあまり導入されていないんですが、韓国や中国、それから台湾、そういった陸地が非常に狭い地域で車が多い社会とかですと、路上駐車が多かったりする場合があるので、駐車監視が普及していて、よく使う機能となっているんで、補助バッテリーというものが使われるということがあるわけなんですけれども、日本の場合ですと、まあ、まだ補助バッテリーというのは使われていなくて、補給バッテリーということになっております。なのでこういった形で、補給バッテリーのバッテリーを守るということで、この形で電圧のカットオフ設定というものが搭載されております。まあ、駐車監視の詳しい詳細は別動画の方でもご紹介しておりますので、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。はい。それでは、こちらの3つの駐車監視モードがあるわけなんですけれども、でも行っていきたいと思います。
でまずはこちらのオーソドックス、一番オーソドックスな衝撃検知の方のデモを行ってみたいと思います。でここをオンにします。でここはもう感度5にしておきます。で一度パワーボタンをオフにします。で衝撃検知の場合はこのようにミラー型ドライブレコーダーの電源が落ちるようになっております。でこの状態で待機電流が少なくとも流れているわけなんですけれども、衝撃を受けた後に動画の収録が始まるようになります。そこをご紹介します。でまずはこのドアからドアの衝撃で試してみたいと思います。もう一度やってみたいと思います。お分かりいただけた方も多いと思うんですけれども、感度を5に設定していたとしてもドアの衝撃程度ですとこのように収録が始まりません、正直言って、まあ、なので動体検知ってあまりおすすめ実はしていないんですけれども、まあ、このようにドライブレコーダーを直接叩くことによって、まあ、こんな感じで衝撃が加わると立ち上がります。今ここを見ていただくと、ここがオレンジになっていると今収録している状態になっております。でこの動体検知っていうのをあまりお勧めしない理由っていうのは何かと言いますと、衝撃がかかってからの収録になってしまうので、衝撃がかかる前の状態、その前後の状態っていうのがわからないので、何で引っかかったのか、どういった衝撃が加わって収録されたのかっていう、その原因系が状況証拠として取れないことがほとんどであるということです。まあそういった理由から衝撃検知っていうのはあんまりお勧めしていないんですけれども、ただいいところもあって、待機時の電力量の消費が非常に少ないので、ドライブレコーダーとしての負荷もかかりにくいですし、補給バッテリーとしての負荷もかかりにくいと、まあ、いうことで、まあ純正でも採用されている例が多いと、まあ、いうことで、こちらのバンテルのドライブレコーダーでも採用されていると、まあ、いうことになります。次に動体検知のデモをご紹介していきたいと思います。ね、こちらなんですけれども、まあ、すでに収録してあるんですが、このように私が今後ろにいるんですが、これ車内カメラで動体検知をして収録を始めているということになります。で、バンテルのドライブレコーダーはフロントカメラとこの車内カメラのみに動体検知機能が搭載されていると思われます。リアに関しても実際に私自分でこう動いてみて作動の確認したんですけれども、リアカメラだけでは動体検知というのはまあ作動しなかったと、まあ、いうことから、まあ、そのように思われます。でこの動体検知のいいところというのは何かと言いますと、人間であるとか動物であるとか、こう動いているもの、まあ、車もそうなんですけど、こういった動いたものを動いているものを検知した後に収録を始めるので、状況証拠が非常につかみやすいということになります。先ほど衝撃検知の時は衝撃を受けた後に収録されるので、前後の動画がないとなかなか原因系というのはつかみにくかったんですが、この動体検知というのはこのような形で、何か動いているものがないと収録が始まらないので、まあ、そういった意味から状況証拠としてはまあつかみやすいというメリットがあるということになります。最後にタイムラプス撮影のご紹介です。で、こちらなんですけども、このように見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけれども、これ今、車内カメラから撮っている状況なんですが、タイムラプスですと、バッテリーが持っている間は、このような形でずっと動画の収録が続けられるということになります。ですので、状況証拠というのは確実につかめるということ。なので、こちらの駐車監視、タイムラプスによる駐車監視を一番お勧めしているということになるわけなんですけれども、車内カメラがあったら、車の側面から後方にかけて、カメラで状況証拠を撮るということが、まずできるということになります。で、さらに、で、こちらがリアのタイムラプス撮影の動画になりますけれども、後ろを映し出すこともできます。で、このように、前も、映し出すということができますので、一つの
時間のくくりの中で3つのシーンの状況証拠を収録するということができるわけなので、万が一車に何かあったとしても状況証拠が特定できる確率というものが非常に高くなると、まあ、いうことからタイムラプス撮影というのを非常にお勧めしているとともに、3カメモデルのカメラというものが非常にこう駐車監視に有効的であると、まあ、いうことで皆様にお勧めできる3つ目のポイントとなっております。はい、4つ目、皆様にお勧めできるポイントということで、これはバントゥルのドライブレコーダーになりますので、非常に鮮明に動画の収録ができるということになります。まずは昼間の動画の収録を紹介します。で、まずこれ見ていただく注目ポイントとしては、これからトンネルに入りますので、明るいところから暗いところに変化した時の画像を注目してみていただければと思います。で、通常のドライブレコーダーにありがちなのが、明るいところから暗いところに入ると、黒つぶれを伴って周りの周囲の状況が収録できにくいドライブレコーダーがあったりするんですけれども、これは暗いところでも周りの状況というのが非常に鮮明に映っているのがお分かりいただけるかと思います。また、今度暗いところから明るいところに出るところになるんですけれども、このトンネルの境目のところです。で、こういったところで白飛びが出る場合があるんですけれども、このバントゥルのドライブレコーダーは白飛びも非常に抑えられておりまして、HDR 機能がしっかりと働いているドライブレコーダーとなっているのがお分かりいただけるかと思います。次に夜間の収録動画のご紹介をいたします。まずはフロントになります。で、まずこちらフロント側なんですが、フロントはこちらなんですが、1440p ということになっておりまして、2K 相当になっております。で、車内カメラ、それからリアカメラに関しては、1080p のフル HD 相当となっております。で、かつ、これ、IMX の335というイメージセンサーを搭載しているところも、しているということもあって、非常にもう全体的にくっきりと鮮明に夜間でも非常に明るく映っているのがお分かりいただけるかと思います。しかも、対向車のヘッドライトで白飛びが非常に気になって、周囲の状況も確認できないぐらい眩しい収録動画になっていることが多かったりするんですけれども、これはしっかりと白飛びも抑えられていて、かつ黒飛びもほとんど全くと言っていいほど、まあ、見られない非常に鮮明な動画の収録がなされているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また今交差点の手前のシーンなんですけれども、ナンバープレートも認識できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次に、後方になるんですが、今マイクロバスが止まってるんですけれども、まあ、見ていただいてお分かりいただけるように、ナンバープレートもしっかりと認識すること、非常に鮮明に動画が収録されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。かつ、この、今回の設置している車に関しては、後ろスモークガラスになっているんで暗くなりがちなんですけれども、全くそんなことはなくて、周囲の状況もつかみやすくて鮮明で高画質になっている。で、こちらは 1080p のフル HD となっておりまして、かつソニーのイメージセンサーが搭載されておりますので、白飛び黒つぶれ等もなく、非常にくっきりと鮮明に動画の収録がなされていて、状況証拠として捉えるという意味においても十分な画質を持っているということがお伝えできるのではないかと思います。はい、ってことで今回はこちらのバントゥルからリリースされましたミラー3 M3 デジタルミラー3カメタイプのデジタルミラードライブレコーダーのご紹介をいたしました。こちらのドライブレコーダー、とにかくデジタルミラードライブレコーダーなんだけれども、3カメタイプでかつ駐車監視特化型のドライブレコーダーが搭載されているということがお分かりいただけたんではないかなと思います。で、また駐車監視特化型ドライブレコーダーということだけじゃなくて、しっかりと常時録画においても高画質な動画が収録できるドライブレコーダーになっているということもお分かりいただけたんではないかと思います。こちらのドライブレコーダーなんですけれども、より詳しい駐車監視について知りたいという方は、
ラブーンチャンネル、またラブーンブログの方でもご紹介しておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。また最後になりますけれども、こちらの商品、動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はそちらのページの方もご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。